福川はどこ地域？長岡です。あ、え、そうなんだ、俺の後輩じゃんじゃん。長岡あ、長岡ね。あ、長岡、間違えた。長岡の方に多い。あ、いる長岡にいる。じゃあ、うちの、おじいだったおばあが、そっちなの、そっちなの。おじいだった。おじいだ、長岡の方に。そう。あ、だから、そっちの方に親戚が多い。もしかしたら、ここは親戚かもしれない。ありますよ。ちょっと辿ってみたら、あれ？辿ってみたら絶対親戚です。あれ？あるの。可能性ある。可能性ありますよ。じゃあ、ハラかバラかのさ、違いもあるんだけど、大体ハラなのよみんな。え、そうですか？そうだけど、バラってつけるとなかなか珍しいのよ。へー。バラ。一緒やん。もう家族やん。葬式とかね、知らないところで。なんかの集まりとかで終わった。ちっちゃい時とか。まず親戚かもしれない。めっちゃ気になるんですけど。そんなこともあるよね。親戚だったらめっちゃすごくないですか？めっちゃすごい。たどってって言えばいい。いや、ここやんないです。はい、梅さんが一緒にやってくれるって言ったら多分やりましょうとか言いすぎにしよう。調べましょう、調べ行きましょう。DNA 鑑定つながってる。え、それつながってたらどうします？遠く DNA がつながった。マジで。そしたらもう写真撮ります。どういう写真ですか？いや、家族写真。え、めっちゃ気になる。超気になる。珍しいと思った俺。早く行ってください。早く調べてください。家が一番気になる。わかんないもん。超気になる。すごい。ごめん。じゃあ調べて結果をこう。なんでですよ。後期からリュウジに行って、リュウジからショウゴに行って、いい、もう喋ってない、面白い、ショウゴ、リュウジ、後期なのに、なんで後期から始まるんですか？後期はどんどん伝えてくる、上に伝えてくる。知らないのに。そう。どうでもいい情報を広めて。めちゃくちゃ面白い。今何してんの？ここ。同じでしょ？川。この川一緒でしょ？違う。一緒でしょ？一緒ですよ。クラスも一緒。クラス一緒で、クラスの中のコースがベースでした。ココハが栄養でいいよ。栄養のことやってる。ココ栄養だけど、今は精肉店で働いてる。精肉店。なに、ヨネキューみたいな。ヨネキュー、なんか、
Ha ha ha!